UAE のドバイで開催中の国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議に関して地球温暖化防止へ原子力発電を活用するという有志国宣言が公表されましたこれは2050年までに世界の原子力発電の設備容量を3倍に拡大することを目指す内容で宣言はアメリカ、フランス、日本のほか議長国 UAE など20カ国以上が賛同しました。 日本は原発利用を推進していて現行計画では30年度の電源構成で20%から22%を見込んでいます。これについて国際的な環境 NGO は原発は不安定で危険な上に経済合理性にも欠ける電源世界のリーダーたちは近年の原子力産業の失敗に学んではいない。 気候変動に気候危機に立ち向かうには一刻も早い化石燃料の廃止が必要だと批判するなど反発も上がっていますということでまあ、うん、ね竹田先生さまざまな思惑ある中で賛否あるんですね、まあ、歴史的なねことを私、ちょっと話しますと1980年代に1970年代っていうのはね、はい、えと石油がなくなる、なくなるだったんですよ。はい、あの石油ショック第一次石油ショック1972年ですね。うんうん それで、まあ、あの油がバレル2ドルからバレル20ドル本当は30ドルまで一時いったんですけどね、ええ、だからずっと24ドルでしたから、まあ、2ドルが24ドルっていうふうに言うのは正しいでしょうけど、うん、10倍になったこれは当時の別に石油がなくなったんじゃなくて石油がないんじゃなくてあの時石油30年って放送した放送局ってのは全部インチキなんですよ<お>あれは国際石油資本がバレル2ドルを20ドルにするために打った芝居なんですよ。 1960年代からそういうことで一生懸命運動して国連も全部金配って、ええ、そしてその石油がないっていう文の論文なんかどんどん書いてもらってそれで1972年石油ショックを起こして計画通りその2ドルを24ドルにしたわけですよ、ええ。でねところがそれはもう24ドルにしたら終わりだから石油は実はもっとずいっぱいあると今も4,000年と言われてますけど、まあ、そのぐらいあるということがばれるんですよ。 バレると今度何をしたかっていうと石油がうんとあるんだったらば石油を炊いたら CO 出るでしょ、はい、だから今度は CO2 にしようってとなって温暖化出てきたわけですよ、はい、それがあの温暖化騒動っていうのが出てきた原因なんですね、うん、で温暖化騒動が1980年代の中間1985年ぐらい出てきて、うんはい、IPCC って今言ってるあの地球温暖化防止国連国際会議っていうのは1988年だったからそこでできるんですよ、うん。はい でそれまでにじゃあ1985年ぐらいにもう石油はいっぱいあるともう嘘はついて石油がなくなるって嘘はついて今でもね日本人でね、はい、石油がなくなるって言ってる人がね、うん、温暖化っつってるる人いるんですよ、うん、これ全く反することですから、はい、石油がなくなったら石油天然ガス石炭ね必ず石油組だからあれ全部同じで、うん、例えばシェールオイルから取ったら3つ出てくるから。 石油って言って言、ええ、天然ガスで来たんねこの3つがなくなったら人間というのは CO2 出せなくなるんですよ、うん、CO2 は全部それが原因だから、はい、だから石油がなくなるっていうのと温暖化するっていうのは全く全く180度別の現象だところが日本人でね、うん、まだ今でもね両方言ってる人いるんですよ、うんはい、なんか物を節約しなきゃない。うん、えー、いそれは石油がないからだ で地球温暖化を注意しなきゃいけないってそれでね国際的にはどうなってるかっつったらその1972年から1985年ぐらいまでが石油がない石油がないでバレちゃった石油がないってことがこれは嘘だってことバレたそれでガッと地球温暖化に変えて今度は CO2 が出る出るあのね石油が30年でなくなるって言ってね CO2 を百年出したら百年後の気温が何度になるなんてどうして水すまうんですか石油が30年なくなったらそこで CO2 終わりだからですね。ね だからこれちゃんとあのアナウンサーなんか言わなきゃいけないね。そうですね。そこのニュースの僕は全く言ってませんね。両方大きな問題です。並べてるだけです。そうなの。あの浅くしか物事を考えない。そうね。そうなんだ。アナウンサーその方がいいかもしれないアナウンサーがあんまり深く考えるとちょっと変なことになるから。これでその地球温暖化出てくるでしょ。何の話だとか。そう。その時にもうこれはもうエネルギー関係者ではもう有名な話なんですよ。あのテレビが放送しないから新聞も書かないから言わないけど。 イギリスのサッチャーさんがその時になんつったかったら閉めたとこれで原子力の反対派がやっつけられるとね。つまりあの政治家ってのは怖いものをも表に出して政策をやろうとするんですよだから石油がなくなるつって石油産業に金を出し地球が温暖化するって今度原子力に変えたわけですよあの頃ね北海油田あの今ノルウェーもそうですけど北海油田とイギリスね これがあの北海田を掘ってたんですよ、うん、ところがね北海道田やってそれほど長く続かないの。うん、でサッチャーさんとしてはそのうちあのイギリスの収支が悪くなるからそれで原子力反対運動をそれでやめられない、うんね、そこで大喜びしたわけです。うん、でサッチャーさんの最初の言葉がその温暖化が出てきた時の最初の言葉が「あこれで原子力できる」<ー>うん、でねそれを引き継いでるわけです今ねこれね。あれさっっきのニュースそうだったでしょ、うん なんか原子力にすするとはい、はい、そうですね、うん、稼働していくと稼働していくと、はい、地球気候がだから CO2 温暖化するという恐怖と原子力の恐怖とどっちが比べてものすごく温暖化を宣伝すると、うん、今原子力が怖いっつってる人たちがしょうがないなあんな温暖化するんだったら原子力でいいやってなるだろうこのななんですでるほどだからまあこれはね原子力業界も全部政治家も全部その原子力部落っていうのは 温暖化をするかどうかどうせ分かんないんだけどまあ100年後なんすったら大体今の人死んでますからねだから何に歌っ,っていいんですよ。